ちょっと持ってみたい方いらっしゃいます？はい、ちょっと持ってみてください。
ブラスバンドとかオーケストラで使われている楽器はですね、銀とか、まあ真鍮に銀のメッキしたり金メッキしたり金だったりプラチナだったり、まあ、どん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 値段高くなるんですけれども、まあ、金属ですからやっぱり重いんですね。はい。で、私、まあ、ご存知の方も多いかとは思いますけれども、フルートも結構長くですね、小学校3年生の時から大学、ちょっと間受験とかで、ちょっとお休みした時期もありましたけれども、大学の4年生まで、で特に、東京県内在学中にですね、副科で、私、主科は声楽で歌でしたけど、副科でフルートを取っておりまして、2年生から3年間取りました。なんと主科の声楽の成績よりも副科のフルートの成績が良かったです。
スバル歌ってよ。ごめんなさい、柴崎さん、今日スバル用意してないです。一つないの。じゃあ一節だけ。お姫様らしいです。生まれてらっしゃる。